がっかりですよ。本当にがっかりだ。なんせ君の剣には恐怖しか映っちゃいない。かわす時には切られるのが怖い。攻撃する時には切るのが怖い。誰かを守ろうとする時にさえ死なれるのが怖い。そう。君の剣はくだらない恐怖ばかりを私に語る。違うんです。戦いに必要なのは恐怖じゃない。そこからは何も生まれない。かわすのなら切らせない。誰かを守るなら死なせない。攻撃するなら切る。ほら見えませんか。私の剣に映った君を切るという覚悟。言ったろ。相変わらず呆れるぐらい脳みその緩い野郎だ。一応王とその牙の違いは何だ。人と馬だとか二本足と四本足だとかそういうガキの謎かけをしてんじゃねえぞ。姿も能力もそして力も全く同じ2つの存在があったとして、そのどちらかが王となって戦いを支配し、残りのどちらかが牙となって力を添えるとき、その違いは何だと聞いてんだ。答えは一つ、本能だ。戦いは喧嘩じゃねえぞ。どっちかが生きてる。は終わりじゃねえ。理由が必要か。戦いによ。てめえは戦いを求めてる。